生んだ仏生んだ仏生んだ仏ミダブ仏を整れば煩悩大赦祈祷す諸天前人ことごとく夜昼常に守るなりナマン仏ブツナ仏ンダブ仏、えー、今日はですねこの浄土和山百源泉略和山の一つのご和山をお話をしようと思います。思いますが昨日 浄土和さん99前回のあこれより前の五和さんのお話をするときに一つちょっと言い忘れたことがありますどんなことや言うと言ったら昨日どんな話したか言うと言ったら親鸞書には鎌倉時代の人であって鎌倉時代の人の考えによって源泉役和さんが書かれていてで、えー、何回かも紹介してますように、えー、こう安楽宗であったり観念某門であったり ああいったものを読まれああいうそういう伝承の中でトラディションの中で、えー、おられたあそういう、えー、方が親鸞承人やからこれを2021年の私たちの目で見たらあ違ったものになっあ映っちゃうということですねみんなそれぞれ宗祖の生き方あ,あるいは自分にとっての英雄いうのはこんな人であるべきである こんな人であってほしいというふうにあそういう視点から見ていきますんでどうしても自分の理想みたいなバイアスをかけて見ていくけれどもやっぱり西郷でそうではなくて鎌倉時代の人としての親鸞承人を見ていくということが特にこのゲンゼリ贅役はさんを読む場合には正当に親鸞承人のおっしゃっていることを見ようとした時にはこれ大事なことであろうとそんなことを前回申しましたね。 でえー、そんなことをしゃべっとって「ああ梯先生こんなことをおっしゃってたな」いうことを今日思い出しまして「それは何か?」と言ったら,ら昨日私が言ったのは書方の書き手の方の親鸞承人ですが梯先生は何をおっしゃってたかうと言ったら今度、えー、書物というのは読み手があって書き手があるとまあ個人的な日記とかは読み手イコール書き手であるわけだけれども基本書物というのは読み手があって書き手があるわけですね。えー、そしたら読み手の 側の要望というか読み手の側の恋に合わせて書かれたもの読み手を想定して書かれるのが普通の書物やからあそしたら梶谷先生がおっしゃるのにはあこれはあの原税略和算というのは読み手の思いを想定して書かれたものであるということをおっしゃっていましたね。これやっぱ例えばですよ えー、私滋賀県の愛称町に住んでるんだけど滋賀県の野洲市にあります木部派ですね木部派本山金色寺に行ったらあれは毘沙門天さんかね言いはるわけですなんでそんな人言いはんねんやって思うんやけどビシャ毘沙門堂があるわけですねやっぱそんな形でやっぱり浄土真宗御門というたって。 未一物っていうわけにはなかななかかい,かないだからこれまた源磁略はさんとはまた別の話で柿橋先生がおっしゃったのはいたのはこれ例えば正心さんの、えー、系統を見ても正心さんの横曽根門との系統を見てみてもやっぱりその当時の伝承みたいなものを読んでいくと非常に俗心的なものが行さんあったんですよみたいなこと僕はそれは確認してないんですけど柿橋先生から聞いただけなんですけど。 そんなことをおっっししゃっていましたねでそういうことを思った時にあの読み手を仏教や浄土真宗、お念仏の教えに近づけるっていう立場は、えー、やっぱこどうしても必要なことであって読み手の意向を、えー、こう想定しなければやっぱ書物っていうのはやっぱり日記以外は存在しえないと思いますから、えー、そういった観点はやっぱりこれ 玄税ワ和算を読むときにはとても大切なもんなのかなということですねえこれちょっと読み手の視点でということをね梶谷先生が玄税ワ和算についてお話しになってたんでこれはやっぱお話をしとかなあかんなと思いました。ねえそういったことを考えながら今日はこの玄税略和算100「南無阿弥陀仏を整れば」。 えー、これは、えー、本山の現代学やったら「南無阿弥陀仏を唱える身になると」っていうふうに翻訳されているということですねちょっと読んでみましょう「南無阿弥陀仏を唱える身になるとお梵天皇と大釈天も帰し敬うその眷属である神々も皆昼夜を問わず常に守るのである」ね。ね これが名も阿弥陀仏を整れば <coughs> <coughs> え「煩悩大職帰境す」「諸天前人ことごとく夜昼常に守るなり」というご和さんの現代語訳であります。ねえー、だからご、えー、和さん本文の「煩悩」というのは「梵天の、えー、世界の、えー、王様」であります「梵天皇」で。 こういうのはあの柴又大赦天でね、えー、こう皆さんにご説明せんな思ってウキペディア見てみたらえ大釈天でねあのインドの神の大釈天の前に柴又大釈天が出てきましたね車虎次郎やったっけ風、えー、天の寅さんのところなんかねあそういうことだったなと思いますが煩悩というのは煩天皇であって で柴又じゃない方の大釈天あインドの神々、ね、のこうこうまあ言うたら、梵天皇と大釈天とい古い言い方です言うと、インドの神々の、えー、仏教の中で言うたら、大長島ですね。あと、まあ、芝、えー、神とかそういうのが出てくるわけだけども、それあんまり仏教では親しくなくて、仏教で出てくるうこう天の神々の大長島やったら、 梵、えー、天皇と大釈天とと釈いうことになりますこれについてはあの後でちょっとだけ解説をします。えー、そして「書天前人ことごとく」いうのは、えー、その配下にある神々ですね。えー、例えば「梵天皇」だったら後から言いますけど「梵天皇」の家来の神々かねその、えー、家来というのはその配下にある神々ということでしょうしでそんなふうな形で「梵、えー、天と大石」大長島やから「 えその、えー、こうなんていうかな、えー、お月の人々もたくさんいはるわけで、えー、それが書店前人ことごとくで「で夜昼常に守るなり得」ってこれ私たちの感覚で言うたらですよ「夜昼常に歌ってはあまあ夜も昼もやからそうかな」ぐらいにしか思わないせいぜいでね例えばね「247」とかな「724」とかなでこれ英語でそういう言い方があるんですよ。 何か言ったら、ね、7は7やからなね24やからこれ24ですね、えー、こう順番ちょっと今思い出せないんやけど要はですね、えーあのえー、ずっと無休でお休みなくて24時間営業ですよと、ね、1週間の間に休みがありませんよそして24時間営業ですよいうことやからずっと開いてますということですね、えー、夜昼常に言うって言われた時にあコンビニみたいなもんかというふうにしか 私たちは思えないんですけれどもで私も軽く考えた時はそうだったんだけどあこの前「鬼滅の刃」へのみ取ってね <laughs> で「鬼滅の刃で」で、えー、煉獄さんがね残念ながら亡くなっていくって煉獄さんもその時初めて知ったんですけど <laughs> あんまり漫画とか見ないんであ煉獄さんしたら言るんや思てねで煉獄さん亡くなっていくわけだけどもそういうやっつけた方の,あのこう幽霊みたいなやつは あのああ太陽が残ってきたってあのそれは、ね、結局あ,のああいう地味猛烈みたいな連中の活動する場し時間ようはこは夜やからやね,ねそう思った時にこの夜「夜昼常に守るな」というのは7日間営業24時間営業っていうような私たちはポンと見たら「夜昼常に守る」ってあんなことかなとかね。 えー、そんなふうに、えー、考えちゃうんやけどあそうではないないや昼を司る神様があって、えー、そして夜そうやって地味毛量が幕府する時に守ってくれる神様もあってでそれぞれの担当の時間があって夜昼常に守ってくれてるんやなというようなことはここで読み取れるかなと思いますね。 そういったことをこう考えながら高木俊一漢学和尚のご指南をこう仰いでいきそれからあといつものように黒田先生のこうご指南を仰いでいくことにいたします。ねこっから7首はですねこれを含めた7首なんですけどもこれはあ。 え諸宗五字を明かす中で、えー、書店前人等の、えー、明宗五字明宗五字の役でやっぱりあの原生理役十種の役の中に入ってる、ね、明衆五字それ終わったら今度仏菩薩らの諸ろ、ね、諸ろの聖なる存在の五字とに分けられてで、えー、こう えい人たちがあ,のすべてあらゆる者たちが念仏の行者を守っていきますよということがこれあ和3、えー、作られていきます。で、えー、そしてですね、えー、こう前者はこの3階欲界式界無式界のうち後者は3階以外とも区別することができる5、ね、和さんを分類していくと。 そんなふううに言うこととができるとつまり仏菩薩等は三階超えてますからね。で、えー、神々は迷いの存在やからこの三階四界四階無四鬼の中でというふうに区別するということもできると。妙衆」とは我々の目に見えぬ「妙宗五十の百」の妙宗とは我々の目に見えぬ神々等を指し その「明衆五時のうちに「別名」および「僧名」ありて今は「別名中」「一二梵天退借」というふうに言われております。ねえー、こう、うん、パッと見たら僕文字を見てるからよくわかるんですけどまあそうだなと思いますね。 こう天の神々が守ってくれるよとかあるいは悪い神々に邪魔されないよっていうようなごあさんがあってそれはそどあくまでも迷いの存在の中の話そして仏菩薩が守ってくれるっていうことはその迷いの三階を離れている存在ですが守ってくれはりますよと言って言われさらにその 妙衆といわれるような天の神々に守られかつ天の悪い神々からこう、えー、の攻撃を受けませんよっていうのにもこれ、えー、別と層があって、えー、一つ一つのことについて今日は梵天と貸釈やけどこれが今,今回はこう梵天貸釈に守られてますよというのがこう今回の三段で。それからまた、えー、その,明衆の に守られあるいは妙衆の攻撃を受けませんよという,そう別あの、えー、総括したごさんがまた別にありますよというようなことでありますがそういう家紋死の伏しする問題についてはまた、えー、おいおいしゃべっていったらいいのかなと思います。で今日のご和んそのものについては、えー、分野がめちゃめちゃ難しい,いうことではありませんので大体いいそういう流れの中にありますよということと。 出典がどこにあるんでしょうねということをお話をしなければなりませんね。えー、ねそん,な,かんなんていうかな、えー、こうゴアさんこれ何回やな、読んでいって難しいなようなものはありませんけれども、えー、ううことしゅ出典はどこにあるんでしょうねと言,言,言ったら直接には観念某門かなということです。 で、関念某門のどら辺ですか言うて言われましたら、えー、っと、えー、619ページですね。この本やったら619ページの、えー、直接には15行目からっていうことになりましょう。だけど、えー、これ、半十三昧経の引用のところから、 段落番号でた十19番のところから始まるのかなと思います。まあこう読んでみましょう。仏の玉枠もし人をもっぱらこの念仏三昧を行ずれば常に一切の書店及び四天王竜神八部の随畜擁護し愛行創建することを得て長くもろもろの悪鬼人 最小薬難をもって横様に能乱を加うることなしと、つぶさに五十本の中に解きたもが五しこれまた減少五年増上縁なり、また勘定行によるに第三巻に解き手の玉枠、もし人三期五回を授事すれば仏、 天庭というのは貸借天のことね「えー、南寺天神六十一人を遣わして日夜年月に受海の人随畜を守護して随畜し守護してもろもろの悪鬼神をして横様に愛能害することをえしむることなかれと」とこれもまた「減少五年増上縁なりという、ね」とね えこういったところがこう高木先生が指摘されているところですしあと他にですね慶應、えー、の大実教の院門であったりそれから梱光明教およびその新しい方の医薬であります梱光明最小王教にもこうした記述が見られますよということですからまあ これからずっとこれからいくつかのゴアさんの出庫いうのはここら辺に出てきますよということですまあこれまた出庫ずっと続けていったら簡単に時間過ぎてしまいますんで、まあ、今日はこれぐらいにしておきますまた次回以後こういう出典もありますよああいう出典もありますよということをまた次回以後にまた述べていったらいいかなと思いますでそんな形で えこ,出典えー、この浄土和三百の出典を申しまして出,出典について申しましてその次に浄土和のテキストについ浄土1 0百のテキストについて申しますと本文に異動はございません文明本国宝本検知書者本において、えー、異動はございませんで誤作んですけれども、えー、盆の大釈のところに これは、えー、検知書写本のみですが「天の神たちなり天の神たちなり」というふうなこう注釈がございます。で、えー、この中で今日のご朝の中で用語として説明しなきゃいけないのは「梵天皇と」とそれから「えー、大釈天」かなと思いますけれども。 そうですねあのいつも申していることなんですが今最近はこのググルっていうのかな簡単に、えー、用語の検索できていきますんで、えー、そこまで、えー、こう時間かけて説明せんでも良いと思うんです、ねえー、ただあの通り店とかさそれから全県城とか これはやっぱり「教養心証」「御本殿」にも出てきますしそれから「四天王」とかねそれから「梵天勘定」のところとかそういったことはやっぱ大事なところでもあろうしで33点との関わりまあ貸借点が主かなそういったところが重要なところなんでウィキペディアとかにやっぱ対借点必要なことやっぱ書いてありますね。 えー、こういった33点との関わり梵天感情との関わり、えー、そういったところ、ね、こやっぱり大釈天と梵天ということになったら、えーまあ、仏教に限って言うとやっぱりとても大切な神々の親分たち2人なんで先ほども言いましたように、えー、仏教を守護する神様方の大長島なんで。 これやっぱりあの今申したようなこと三十三点とか梵天感情とかそういったことを含めてまあググってもだい,いと思いますね。それから黒田先生最低限の説明はしてくれてはりますんで、でこれから黒田先生のご指南を仰いでいくことにいたします。現代語訳です。妙号のお言われを問診し生阿弥陀仏を唱える人はあ梵天王や大釈天などの仏教を守護する神々から 敬われるそして、えー、煩悩大尺の大釈の眷族の神々は、どの神々も皆夜昼常に守ってくださるのである。で、えー、言葉の説明です。えー、煩のこれは大梵天皇とも言う、インド思想では宇宙の根源である、ブラフマンを神格化したもの、えー、シャバ世界の主とも言い、大釈天と ともに仏教の守護神と言われている。で2番「大釈」「大釈天」インド神話の神インドラのこと詳しくはシャクラ・デーバ・ナーム・インドラとも言いい、えー、釈迦大官員ダラまた阿弥陀教でおなじみの釈大官音ともいう。 趣味線の上、通り点に従し、四天下を所領とし、仏教を守護する。で3番、帰教す。念仏の人を敬うという解釈と、明後に帰営するという解釈がある。今は、後の和さんの尊敬の語と同じく、念仏の人を敬う意が良いと思われる。私もそう思います。 で4、えー「書店前人ことごとく梵天や大尺にはたくさんの配下の神々がいると考えられている」「その神々が書店前人、えー、その神々がどの神,あどの神もそれぞれということ」ねえー、翻訳の中の、えー、にうそういうふうに訳し込んでますがそういう意味ですよということです。 で、次に黒田先生の御指南とお味わいのところを読ませていただきます。これより7種はこれより7種は梵天の帝釈、天師天皇竜王、龍王、縁魔法王などの神々が真実。真人を守ると例え例えられます。キリスト教やイスラム教、教ユダヤ教などの一神教は？ 他の宗教の神を邪神とし横島な神としその教えを邪教として強く排斥する排他的傾向の強い宗教であることが指摘されます。まあ一神教やからねそれに比べて仏教は非常に法要性の強い寛容な宗教であるとされます。 それはインドで仏教が起こるとそれ以前からあった神々,神々が排斥されたり否定されたりするのではなく仏教の守護神として仏教の中に取り入れられてくることからも分かります。釈尊が菩提樹の下で悟りを開かれた時説法を躊躇されました。 仏の悟りは未明人々でありこの素晴らしい理法をむさぼりや怒りにつながれている人々は到底悟ることができないだろうと思われたのですこの釈尊の心中を知った梵天仏教以前のインドの宗教で最高の神として敬われていたこれが梵天 梵天はこの釈尊の悟りが人々に伝わらなかったならばああ実に世界は滅びるああ実に世界は消滅すると思ったと言われていますですから「世尊よ法をお説きください」えー「全税釈尊のねえ仏の十一号か十号の一つですね 全勢よ、法をおときくださいと懇願しました。こうして、梵天の勧めによって釈尊の説法が始まったと言われています。えー、仏の説法が梵天と大釈天の2人の神々のおすすめによって始まったとする言い伝えもあります。大教に釈尊の説法を聞いていた大菩薩方は、 釈尺、ね、釈天と梵天、えー、から帰還して天保林を称すと尺、えー、釈天や梵天に壊れ進められて説法をする釈尊と同じ悟りの境地に達している菩薩型であったと述べられています。 帝釈天も古代インドでは神々の帝王と見なされた有力な神です。このように仏に仏に説法を根絶する神ですから、梵天も帝釈天も仏教に帰依し、仏教を守護する神であるとされています。それで梵天帝釈帰京すと言われているのです。 この梵天皇や大釈天は多くの神々を伴っていますから、書天前人ことごとくと述べられるのです。真実信心の行者は神々に守ってくださいとお願いするのでは決してありません。神々に尊敬され守られているような信心をいただいているのです。 真実、真人の行者の頂い,いている真人はそれほど尊い徳のあることを歌われたものでしょう。ね、神々が私たちをあこう真人の行者であるということで守ってくださってるんや。でその本質はもちろん私たちをこう尊敬してくれてるっていうのは,これはその本質にあるのはもちろん 本質的に菩提心であるような,ような仏様からの,の、えー、賜った信心というものに、えー、こうその本質がありその偏言があるんやけど、えー、それを頂い,いている私たちはあこう神々から尊敬される身にであるんですよというのが今日のごはさんのお話ですね、えーこの。これと同じ内容の話がやっぱ角度を変えて えー、これからいくつか続いてまい、えー、ります。でもう一つだけ申しますとあの手塚治虫の漫画のね仏体のがあって広く読まれているけれどもあそこだったらねあの神,の神様の方が、まあ、法解きないとお釈迦さんに言うた方になってて <laughs> やっぱり、ね、私らにしてみたら何でってい話になるさ <laughs>、えー、手,手塚さんどうしてあんなふうになってるのって。 神々の方がね、梵天の方がお願いして、解いてくれ,くれませんかね?」って言ってはるのが、まあ、本当のとこなんかほま、遠藤君かいって言わる。あれはちょっとねあの、なんか漫画の方でね、あれと、あのこう釈迦さんが鹿とかね、えー、動物に説法、えー、してはるところなんか、あれはちょっとやっぱり、えー、この手塚治虫の作品そのものはやっぱり読む価値がすごくあるんだけど、やっぱちょっと部分的には、はぁと思うようなところなんですよ。 ね、そんなこともちょっとお話をしましてよく読まれている作品なんでこの「梵天感情にちなんで、えー、ちょっと違いますよということをお話をしまして今日のお話終わります。